さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。今日はですね、現在 NMB48 がアリーナツアー中でして、で先日横浜アリーナでツアー初日やらせていただいたんですけど、なんとヒカキンさんがサプライズゲストとして出てくださいました。ということで今日はその様子をちょっとご覧いただきたいと思います。それでは VTR ストップ。はい、というわけでね、ユニット曲をこう続けて聴いていただいたんですけれども、このお三方の共通点って皆さん分かりますか？かわいい、かわいい、かわいい、あ、かわいいメンバーって言ってる。あるけどじゃないんや、そういう時は謙虚に行きなさい。せーの、すごい。こちらのお三人は今現在 YouTuberNMB48 にもこうして YouTuber がたくさんいるわけなんですけれども、はい、皆さん YouTube のアカウントお持ちですか？持ってる人、アカウント、持ってる人多い。やっぱ YouTube がこう今世間をねこうまとめてるってやれるんですか？じゃあ実はですね、次の曲もですね、全員で歌わせていただきたいと思うんですけれども、なんと撮影 OK でございます。やったー。みんな用意して。待って、あの一番大事なことを言い忘れてます。何ですか？この動画撮ってもOKですが、動画のみ撮影OKとなっております。動画のみ、はい、はい、そして YouTube にアップしていただきたいと思います。おお、 YouTube だけなんですね。これが皆さんも YouTuber デビューということで、ね、そうです、これがお約束でございます。撮った動画は YouTube にアップ、それだけがお約束でございます。よろしくお願いします。それでは撮ってね。さあ皆さん、カメラの用意は大丈夫でしょうか？過度なローアングルはダメですからね。ダメよ、過度なローアングルは絶対ダメよ。ということで、ちょっと私もカメラを持ってきましたので、ちょっと私も撮らせていただいてもいいですか？イエー。じゃあちょっと全員で歌いながらやりましょうか。じゃあ皆さん、メンバーのこと可愛く撮ってくださいね。聞いてください。オーマイガー。来ちゃいました。すごすぎでしょこれ。撮ってもいいですか？いいです、もちろん。撮って撮って。これはすごい。嬉しい。ドキドキしすぎて。もう
う過呼吸気味になってきてこんなキラキラしてるステージ立ったことないんで、こんなまで来てくれなんて、いやいやいや、もう本当にすごいステージだなと思いました。でもあんな大規模な動画をそんなちっちゃいカメラで撮ってるんですか。そうです、そうです、すごい。ということで改めてヒカキンさんに今日お越しいただきました。ハロー NMB、 よろしくお願いします。本物です、すごい。いや、こっちの方がすごいですよ、本当に。じゃあね、ヒカキンさんにちょっといっぱいお話聞きたいところなんですけど、ちょっとメンバーはね、はい、お怪我の用意があるので、ちょっと、はい、ね、はい、いってらっしゃい。ヒカキンさんと話したいと思うけど、はい、話したいよ、話したい、無理ゲー。あの、私の弟が、はい、あの、すごいヒカキンさんのファンでして、ほら、あの、金の民族をめちゃくちゃ欲しがってます。あ、ハンドスピナーの話で、そうです、とか、ゴキブリが大量発生した動画大好きで、めっちゃ見てます。中学2年生ですね。 ありがとう、はい、もう大好きですね。いや、でもヒカキンさんどうですか、この NMB48 のライブを撮ってみて。もうお客さんのこの熱さというか熱量がもう今までこう僕もいろんなステージ立ってきたんですけど、うん、違いますね、やっぱり。あ、すごいお客さんの温かさが。いや、嬉しいですね、皆さん。すごい、NMB ファンすごい。いや、嬉しい、これは。でもね、うちのね、あかりんさんも YouTuber としてやってるんですけど、うん、ちょっとYouTuber さんのもうキングオブキング、ヒカキンさんにどうですか、うん、うちのあかりんは YouTuber として。いや、正直もう YouTuber としてもトップ YouTuber なんですよ。で、まあ、今日このステージ立ってみて、これと両立して家で動画撮って編集してるってすごいですよ。鉄人だと思います、本当に。やめてください。超頑張り屋じゃなきゃ多分できないんで。いや、でも新幹線の移動とかもずっとパソコンで編集してるんですよ、あかりんさん。コーヒー片手にヤシ君で、それプラスダンスと歌もあってそうですね、そうです。いやいや、すごいとしか言えない。でもすごい楽しくやらせていただいてますね、はい、というわけで皆さん改めて今日はヒカキンさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しんでってください。すいません、バーイ。いやー、ありがとうございました。いや、すごいいい生地の服着てはるやはり、はい、というような感じで、今映像を見ていただきましたが、本当にヒカキンさんが NMB48 のライブに来てくださいました。本当にお忙しかったと思うんですけど、本当に来てくださりありがとうございました。そう、なんかこのライブもともとあのさあやちゃんとりささんとみきぽんちゃんをぜひライブに来てくださいって招待させていただいてたんですよ、私。で、ヒカキンさんもその同じ事務所の海さんの方なので、まあまあまあ時間ないと思うけど、まあ、来てくださって嬉しいなぐらいの感じで招待させてもらおうかみたいな感じで事務所の方と話してた時に、ヒカキンさんライブ出てくれないかなみたいなことをうちの事務所の方が言い始めて、いや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 みたいな、忙しいし、すごい忙しいと思うし、絶対無理ですよそんなって言ってたら、ちょっとあかり頼んでみてよみたいなことを言われて、バカですかってちょっと思っちゃったけどまあ、もし来てくださったらすごいなぁと思って、まあ、すごいダメ元でね、よかったらっていう風にお願いさせていただいたら、なんと本当にこうやって来てくださいました。嬉しかったし、すごいやっぱメンバーとかもあのヒカキンさんに会えるっていうのですごいテンション上がっちゃって、で、私もね、まだまだチャンネル登録者数なんて少ないのに、もう王者の方とコラボ動画っていうことじゃないですか、これは。もう本当に本当にもうありがとうございましたの。で、あのヒカキンさんね、リハーサルの段階からこう参加してくださって、もう本当に MC の打ち合わせの時とかからすごい緊張されてて、私たちあの NMB はあの本番前にエンジンを組んでいくぞーみたいなのをやるんですけど、それもヒカキンさんに参加していただいて、私の隣にねいらっしゃったんですけど、本当に緊張されてて、もうこうみんな手握っておーってやるんですけど、すごいね、手もこうブルブル震えてたぐらいすごい緊張されてて、ヒカキンさんでもこんな緊張することあるんだなって思うと、なんか頑張れました。私もね、普段のライブとは違う緊張感がありましたね。なんか、やばい、ヒカキンさんと並んじゃ、みたいな感じではありましたけど、すごい楽しかったし、本当にいい思い出になりました。でね、ヒカキンさんのチャンネルの方にもライブの様子が、こう、アップされているということで、皆さんにもあの、ぜひ、リンク貼っておくので見ていただきたいなと思います。そしてね、リサさんもあの、NMB のライブの様子をね、動画にしてくださって、すごい嬉しかったです。見てください、皆さんもぜひ、そっちもリンク貼っておきます。いや、でもこうやって、なんか、もともと普通にアイドルやってた私が、こう、ちょっと YouTube 始めて、こう、YouTuber さんととかのつながりとかもできて、なんかこういう風にあの、NMB のライブに来ていただいて、出演までしていただけるなんて、本当になんか夢みたいな話だなって思うし、なんかもう本当に私はすごい嬉しくて、なんか幸せな一日でしたね。本当に見に来てくださったリサさん、ミキポンちゃん、サーヤちゃん、本当に
ありがとうございました。そしてヒカキンさん、本当にありがとうございました。本当にメンバー一同めちゃくちゃ楽しかったし、アリーナツアーのいいスタートになったなっていうふうに思いました。ありがとうございました。そして20日の横浜、そして23日の外資ホール見に来てくださった皆さんも本当にありがとうございました。残すところ10月11日と12日に大阪城ホールで 2days やらせていただくんですけど、こちらもね、行くよって方言ってもいらっしゃると思うんですけど、ぜひ楽しみにしててください。本当に今回ちょっとメンバー内でもすごいこだわってセットリストを考えたりとか、まあ、せっかくこう女性専用エリアとか設置させていただいて、新しく NMB を好きになってくださった方もたくさんいるということで、もっともっとなんか NMB にハマってもらいたいなって思う。やっぱ NMB ってアイドルだけでは収まらないなんか特殊なグループだったりするなっていうふうに私自身もすごく思ってるし、こう私はこう YouTube で活動させてもらってますが、チャイネーがソロで活動していたり、そうで、アンチュこと石塚あかりちゃんが最近ではゲーム実況で YouTuber デビューをしたので、ぜひそちらもゲーム実況してはるので、ぜひ下の概要欄からチャンネル登録してあげてください。様々な分野で活動するメンバーもたくさんいるので、もっともっと一人一人の力をこう伸ばしていって、もっとなんか大きなグループにしていきたいなっていうふうに思っていますので、まあ、もうすぐ7周年になるんですが、今 NMB のことを好きになっても全然遅くないし、むしろ今からでも押し始めてほしいって思うくらい、本当に私もすごく自信を持っていいグループだよって言えるグループなので、皆さんもぜひ私の YouTube を通してでも NMB のこと好きになっていただけたらなと思います。はい、ということで今日はですね、ヒカキンさんがライブに来てくださった様子とちょっと NMB のお話をさせていただきました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。磁石の針導かれ